よし、録画開始した。以前から紹介しておりました、コマンダントコンカーを作った男たちがインディースタジオを立ち上げて、そこでグレイグーっていうゲームを2年前にリリースしたんですけど、そのグレイグーっていうゲームを、リリースして、サポートしていきながら、8ビットアーミーっていうですね、まあ、のボクセルで動く、兵隊さんがわちゃわちゃと、オールドファッショネードな RTS っていうか、まあ、コマンダントコンカーをやるっていう風なゲームがリリースされておりまして、そちらのスキンを変えた、そうが、作った、8ビットアーミーの、コンテンツをファンタジーにしたっていう、8ビット、ホールデスっていうかな、っていうゲームが、8月の14日にリリースされました。じゃあ早速こいつの方やっていきましょう。まあ、見た感じこういう感じです。オーク VS ヒューマンズっていう感じの、なんかウォーでクラフトな感じの、ゲーム内容になってます。で、8ビットシリーズに関しては、共通したシステムを使ってます。一応簡単に言うとコマンダントコンカーですで、8ビット、ホルデスの方ではなぜか8ビットアーミーズの、画面で説明が進むっていう形になってます。まあ、どっちも変えってことなんですかね、きっと。で、8ビットアーミーズに関しては、この辺形でリファイナリーと、オイリー、オイルがあって、その間を、ハーベスターが動くっていう。コマコン派名作やと思うけど、未だに引っ張るのはどうなんじゃろう。まあ、好きな人は好きだからね。僕個人的にはコマンダントコンカー3がすごく好きですけどね。コマンダントコンカー3は360版でクリアした、全部ゴールドメダル取るまで やったんで、本当に面白かったです。ジョン・クーガンが演じるね、ケインがめっちゃかっこいいのよね。ケインライブって形でさ、まあ、その部分を含めて面白かったっていうのであって、ゲームそのものが面白いかどうかって言われると結構まあ僕は好きですけど配信を開始しました。配信がスタートした。画面変わるかな。よし、動いた。で、8ビットアーミーズには本当にはコマコンです。オイルと、リファイナリーの間を、ハーベストがぐるぐると動いて、でそこで得た金を使ってどんどんと、HQ を作っていき、 HQ 作って、バラック作って、で、コントロールセンター作って、レーダー作って、それぞれ、上位ユニットが出ますよって感じのゲームになってる。で、車両ユニットは人引き殺せますよなりですね、トランスポーターがあったりしますよとか、で、エンジニアは、修理しますよって形で、コマンダントコンカーな感じのゲームです。で、8ビット、ホルデスについては、これは一番近いゲームっていうとフォークラフトですカジュアルなやつ、カジュアルっていうかオールドファッションですね。昔ながらのってやつですわ。まあ、先ほどコメントいただきましたように、いつまで引っ張ってんだよっていうのはあったりするんですけど、やっぱりこういつまで引っ張ってんだよって、やっぱ面白いのよね、これが面白いには面白いんだけど、新しい面白さになく解雇なんか昔に浸って面白いって感じかな。で、僕正直8ビットアーミーズに関してはどうかなと思ったんですけど、8ビットホルデスになった全部ボクセルでファンタジーの世界が描かれるようになったので、言った解雇コンテンツにふさわしい、ビジュアルになったかなっていう形で、評価をしています。で、こっちの方は、サイクロプスなりでかいユニット。楽しみですね。ちょっとそのゲームは僕はちょっと知ってなかったんで、また URL 貼っておいてください。後で確認します。サガンストライクも4が出るし。ちょっと待ってね。これで OK。で、こっちもこっちでサイクロプスは人引き殺せますよなりですね。8ビットアーミーズとの違いは、矢倉が立てれるっていう点なりで、若干ゲームの内容が変わってます。テック3も若干変わってますっていうか、なんで8ビットホルデスに8ビットアーミーズのテック3があるんだよって話なんだけど。コサックス2じゃなかった、3だった。あー、コサックスか。名前だけ知ってる。8ビットアーミーズに関しては、まあ、HQ が、リファイナリーと、パワープラントを使って、で、バラックから、バラック立てると、
車両と、タレットが出せるようになって、で、テックラボを建てると上位ユニットが出て、で、さらにレーダーを建てると、3回目の、3段目の上位ユニットが出るっていう、ほんとコマンド&コンカーっていうね、感じの、テック2になってます。コマコンやってる人だったら本当に馴染み深い、テック2になってますね。で、レネゲードとガーディアンズは、言ったら、本当に新しい部分ゼロなのか、これチュートリアルなくてもできるわ。うん、そうそう。だからもう、知ってる人やったら、この辺のコマンドとかも全部含めて、全く問題なく、プレイできんね。で、レネゲードとガーディアンズはちょうど、NOD と、GD の関係ですね。コマンド&コンカーでいうところの、もうほんとそのままで、まあ、若干ユニットの性能なりが違いますよって形で、まあ、ガーディアンズに関してはスナイパーユニットが出るってあたりで、ほんとコマコンの、GD になってます。で、それに対して8ビットホルデスの場合は、テックラボなり、レーダーがありません。単純に、本部施設をアップグレードすると強いユニットが出るって形になってます。本部グレードを、本部施設を、HQ をアップグレードして、で、アップグレードすると、さらに、特殊、ユニットが出る専門施設が建てれるようになって、で、そこからあと1段階、GG 向けの商品がゲーム業界にも出てきだしたってことなんかね。まあ、うん、それはそうなんやね。結局のころ。結局はこれおじさん向けのゲームやね。別に新しいとかわざわざやるっていうタイプのゲームじゃないわけよ。そう言ったらさ、もう、デミゴトだって、もう、8年前のゲームなんで。で、こっちのテックツリーは、まあ、具体的に言うと、ウォークラフト1です。オーク VS ヒューマンズの時代の、ウォークラフト1のそのままです。で、オークと、ヒューマン。まあまあ、大体同じような形で、基本的にはそのテックラボなりレーダーを立てるのなく、本部をアップグレードすると強力なユニットが出せるっていうふうな作りになってます。そこは一緒。あと基本的にはユニットの性能なり、まあフライヤーなりですね、レンジャーなりですね、インファニティなりですね、あとスーパーウェポンなりは大体一緒っていう感じの、本当に GG 向けのゲームです。以上。もう別にこのマニュアル見ただけでも別に説明する必要ないんじゃないかなって気持ちがせんでもないんだけんね。実際にゲームやってみましょう。ただビジュアルが、現代兵器ではなくですね、ファンタジーの世界になったっていう点と、このやたらとビープ音、ガンガンと響かせてる。BGM のおかげでですね、ファミコン自体をちょっと思い出させるような感じのビジュアルになってます。このドラゴンクエストの、セブンをポリゴンになったドラゴンクエスト初めてみたいな感じの、デザインになってます。あ、ドラクエ9かな？ドラクエ9のが近いな、多分。これ上のレイアウト奥のパクリアン。うん、そうや。おう、そうや。なんか文句あるんか。もう、うん、君たちが言わんとせんことは本当によくわかる。うん、本当にそういうゲームやね、これ。で、8ビットアーミーズの方では、パワープラントを作ると施設がたくさん、建てれるようになりますよっていうゲームでした。で、今回の、8ビットホルデスに関しては、ファームを建てると兵隊がたくさんできますよって感じになってます。あ、そうか、浮くか、騎士官ある上だと思った。そう、ウォークラフトやねん。で、ここでは、ステージ中にある4つの、敵の本拠地をぶっ倒せっていうふうに言ってる。一応、いいところを、というか昔のアッツコのレイアウトばっかだった。うん、まあそうやね。昔は類似品リスペクトって意味じゃなくて本当に類似品が多かったからね。ある程度マウスで拡張できます。で、そうするとなんか立ってる建物が部屋の中身とかどんどん作っていくって部分が楽しめるようになってます。こういう具合でね。この辺の見た目は面白い。確かに見慣れてて安心感はあるわな。この辺の見た目はすごく楽しいです。見てるのは楽しいよね。
マウスの中クリックを動かすと、こんな形で、スクロールできますし、画面端に持っていくと相変わらずこういうあのスクロール、できる形になってます。ただぶっちゃけさ、この手のゲームっていうとさ、あーどうもこんばんはです。ぶっちゃけこの手のゲームっていうとさ、こっちはミニマップで全部操作するさ、するからさ、全く関係ないんだよぶっちゃけ。であとはもう死ぬほどユニット生産するだけのゲームです。ゲロ吐くまでユニット生産するっていう感じのゲームですね。あ、敵攻めてった。あとまあこの今作、今作の特徴としては一応その全くもうずっと昔のままのゲームがずっと動いてるってわけじゃなくてですね、一応あの工場を隣接してたくさん作ると、あ、隣接しなくていいんだ、工場をたくさん作ると工場を作った分だけ生産速度が速くなるっていうボーナスがつくのよね。あれ、これをうまく、プレミアム1人がコミュニティを登録しました。なんでこれを見た目から楽しいのは良いな。あの現代戦だったらやっぱある程度やっぱリアルに書いてほしいって気持ちはあるけど、そのファンタジーの世界になったことによってドラクエをあの想像させる感じのユーザーインターフェースになったので、ユーザーインターフェース世界観になったので、そこでだいぶ馴染みやすくなったかなって思います。アップグレードしよう。エロタワーアンダーアタック。あーごめんごめん、なんか前の面やったら全然そんなことなかったのに、なんか思ったより真面目にゲームさせられてるぞ。あ、ハーベスト殴られてる。フォーチュースアップグレードコンプリート。クラッシックなやつってなんだかんだ言ってやってると夢中にはなるんだよね。そうそう、忙しいからね。単純にも操作リソースがアホみたいに多いから、触ってるだけで楽しいってやっぱ大きいと思うよ。エロタワーコンプリート。コンストラクティング。配信で見ると結構こまごましてるけど、遊んでると違和感ないんです？うん、全然ない。その辺に関しては割としっかりしてる。あの、雑に範囲してもちゃんとの、攻撃ユニットだけ選択してくれるし、その辺に関しては昔から培ってるって感じありますね。まあ、作ってるのがコマンダント・コンカー作った男たちのスタッフなんで、その辺はさすがにわきまえてるって感じはします。最近だとホメワールドのアッツも割とクラシックな作りだけど面白かったですね。そうそう。やっぱクラシックなゲーム、いわば RTS の基本的な魅力っていうのは、本当わちゃわちゃとユニットたくさん作って動かしてって部分がすげえ楽しくて。さあグレネーダー大量に作っとこう。お金がないわけじゃないんだよな。あ、今作ってんだ。で、鉱山も鉱山で、ほっとくとそのうちお金がなくなっちゃうから、さっさと拡張していって鉱山を、取っていって、ユニットたくさん増やしていかなくてはいけません。で、意外とねこの現代戦ユニットがボクセルで書いてるっていうのは正直なんていうかレゴブロック感しかなかったんだけど、このファンタジーの世界にユニットがこのボクセルで動いてるってなると、がぜんそのなんていうかドラクエなりそっちのその昔のファミコン時代のそのファンタジーのあのゲームを想起させるので、それがすごく面白いんですよね。単純にその辺で見た目が良くなってる。エロタワーアンダーアタック。おもちゃ感があって見ていて嫌いじゃない。わかる。
で、ここにまだお金がたくさんあるからたくさん作っていきましょう。映画室のニコ生でも安心の8ビット。せやな。で、基本的に建物は自分の建物をそばに建てられるって形だから、敵の建物をこうやって潰しとけば、適当に Constructing。なんとかしてくれます。まあ、先に敵の建物をちゃんときっちり壊しておけば、大丈夫って形かな。で、ハーベスターが割とこうやって遊ぶんよ。なんでハーベスターが遊ぶんで、ちゃんとハーベスターを配置してあげないと、効率よくお金が増えないって形になってる。この辺のクソ忙しさも本当に昔ながらのゲームって感じがしますね。コンストラクティング。リアグラは、あ、これハーベスト全部なくなった。待って待って待って、お前、ハーベスターの面倒とかもちゃんと見てあげなくちゃいけないっていう感じのゲーム。あ、こんなとこあった。ハーベスター、under attack。あ、やぐらうら壊しとこう。ハーベスター、ディストロイド。エロータワー、アンダーアタック。もうあっと別に進化戦でもいいんかもね。まあ、今現在のゲームでは、チュートリアルゲームになってるので。ビーヘクルクレイト。コンストラクティング。ユニットが、作れるユニットの数が限られてるんですね。ハーベスター、アンダーアタック。ハーベスター、ディストロイド。ソーサラス・タワー、こういうふうにすぐ遊ぶよ、こいつら。だから、ちゃんと遊んでるハーベスターは、ちゃんと面倒を見てあげなくちゃいけない。ハーベスター、アンダーアタック。ハーベスター、ディストロイド。ビーヘクル・クレイト。で、ユニットはたくさん作れるんだけど、施設そのものは、一個ずつしか作れないので、すいませんね、もうおっちゃんも昔の人だからさ、もう。真面目にゲームすることもなくて、なぜかかなりなぜかのんびりとプレイしてます。めっちゃ気持ちよく吸ってますやん。ハーベスターディストロイドコンストラクティング。ハーベスターディストロイドハーベスターアンダーアタックカスルコンプリート。遊んでるハーベスターおるか。で、まあお金は相変わらず掘っていくとどんどんなくなっていくっていうのはもう昔ながらの作りなんで。ハーベスター under attack。constructing。arrow tower under attack。とまあ意外とこの辺の造形細かいんだよね。これマップ広がったらユニット管理めっちゃ忙しそう。そうやね。まあもともと忙しいのが忙しいのを楽しむゲームだから。で、意外とそのボクセルで書いてるんだけど、なんか思ったよりこの造形細かくて、その辺結構見てて楽しいです。お、あんなとこにおった。Constructing. で、 A ボタンを押しながら攻撃すると、ただただ懐かしいの言葉しかない。そう、そう、まあ懐かしさを楽しむゲームだからね。
Constructing. で、まあ、ちゃんと人口を増やし、ファームを作ってユニットたくさん作るようにしながらもユニットを延々と死ぬまで垂れ流して、もうユニット作ってない時間がないようにしておきながら、ファーム complete。あ、終わった。じゃあ A ボタン押して、残りの1個適当に攻め込ませていきましょう。エロータワー under attack。で、A ボタンを押しながら、移動指示をすると、あの移動中メインツでもすべて破壊しろっていうモードなので、でそれでもうとりあえず大軍を放り込むだけで、ビギナーズランク果てます。それはまあビギナーズやからね。ただ真面目にやろうとするとある程度やっぱこの昔ながらの RTS らしくですね、ちゃんと真面目にやんなくちゃいけません。今回のマップは4つ相手の HQ を破壊したら終了って形なんで、これで勝利になりました。はい、終わりと。まあ、本当になんていうか昔ながらのゲームです。これでようやくエアエレメンタルがアンロックしたって形かな。エアエレメンタルは確か、ウィザードの上位版だったような気がするような、せんへんような、うん、サイクロプスと同クラスだったかな。という形でゲームを進めていくと、どんどんとユニットがアンロックされていくっていう風な形になってます。で、一つのステージは、だいたい12個なんですけど、レベルが3つあるから合計36個楽しめますよっていうのが、36マップ、そして、ヒューマンの36マップ、そして、オーク軍の36マップ。まあ、具体的には13マップなんですけどね。12マップなんですけどね。で、合計、72、ステージ楽しめますよって形のゲームになってます。それで、キャンペーンモードを一通り、プレイの方法を覚えたら、まあ、スカーミッシュで対戦する。それもよし、ネットワークで対戦するもよしっていうような形になってます。以上。と、まあ本当にマップエディターとかランダムマップはないのね。はないですね、今のところ。もうランダムマップ基本的にはもうすでにデフォルトであるマップしかありません。4人対戦のマップまでですね。あ、6人あった、8人あったわ。8マップあるわ。8人対戦っていうと、確かにそこから考えたら、あれだな。コマコンと、コマコン、コマンダとコンカーなり、ウォークラフトよりは、確かに大きいっちゃ大きいけど。と、まあ本当に昔ながらのコンテンツを、まあ昔を想起させるような、ボクセルのアートで楽しむというふうな、まあ老人介護クラブみたいな感じのゲームになってます。まあ僕個人としてやっぱ、スタートしたのがニュースペースオーダーを除けばコマンダーとコンカー3なんで、すごく馴染みの深い、ゲームになってますが、今の人たちにお勧めできるようなゲームではありません。当然のごとく。ただファミコンライクなビジュアルが好きで、まあ。介護されてる感は確かにあった。そうですね。本当介護センターって感じですね。ただやっぱ、前世紀のゲームが、大抵スチームスパイじゃなくて、ゲームスパイ。の、マッチングサーバーを利用してたって部分があったんで、そのゲームスパイがマッチングサーバーをやめたことによって、旧世代のゲームが全部。スピードでは動けない。老人ホームかな。お前らちょっと言い過ぎやろ。この、前世紀の、まあ、名作 RTS の大抵がやっぱそのゲームスパイのマッチングサーバー使ってて、んで、今ゲームスパイっていうのがなくなって、ゲームスパイがマッチングサーバーやめちゃったので、まあ、スチームあるからもういいよねって感じでやめちゃったので、昔のゲームが軒並み、マッチングで、プレイできなくなったんよ。っていう点で、ペトロクリフがですね、グレイグーを作ったんですけど、グレイグーが別に悪くはないんだけど、わざわざ今やんなくてもいいんじゃねっていう感じの、本当にオールドファッショネードな、悪い意味でオールドファッションなゲームで。で、まあ、好きな人はやっぱ好きでやってるんだけど、まあ、今だってやっぱもう RTS なんて無料でできるのが当たり前っていう、なんかドーダ2とか、300ヒーローズとかさ、ああいう無料でできるのが当たり前っていう風潮があるので、わざわざ金払ってこんなオールドスクールなゲームやろうっていうな人がなかなかいない。まあ一定数はやっぱ人気あるんですけどね。
で、それで、じゃあ、どうせ、介護コンテンツなど、介護コンテンツ。本当の老人を介護するって意味の介護コンテンツなんだったら、もう介護に突っ走ってやろうじゃねえかって形で作ったのが8ビットアーミズで、これがぶっちゃけ当たりました。正直、グレイグーより売れてんじゃねえかなっていうぐらい当たりました。で、その流れを。プレイヤーの平均年齢40。まあまあ、大丈夫です。ストリートファイター 2X よりは多分、低いはずやから大丈夫。普通の平均年齢は50歳ですからね。で、8ビットアーミーズが当たったので、それと同じようなノリで、このファンタジーの、まあ、ウォークラフト1のノリで作ったのが8ビット、ホルデスになってます。まあ、好きな人は多分好きだと思うし、嫌いな人は多分一生嫌いだし、やらないと思うんだけど、個人的にはまあ、まあ、たまにちょっと遊ぶぐらいだったらいいかなっていう感じありますね。それほど、なんていうか、エイジオブエンパイア3みたいな感じ、真面目にプレイしなくてもいい。エイジオブエンパイア。ちょっと高いね。まあ、僕自身としては、8ビットアーミーズは興味あったんだけど、ちょっとわざわざこれ、せっかく現代戦で作ってるのなんでボクセルでやんなくちゃいけないのって気持ちがあったんだけど、ファンタジーの世界だったら、まあ、ボクセルで書いてあった方が、ファミコンを想起させるっていう点で、この辺のビジュアルが好きで買って、で、買ってやってみたら、思った以上に、なんていうか僕の思っていたもの以上のものがやってこなかったので、正直、やるんだったらウォークラフト3やってほしかった。ヒーローユニットが欲しかったな思うわ。てか、ぶっちゃけウォークラフト3がやりたかったやん。まあ、そのような形で、ウォークラフト、オーク&ヒューマンズを想起させるっていうか、もうほんとそのまんまな、8ビットホルデスになります。まあ、お値段はちょっと1500円って形、ちょっと高い部分もありますけど、まあ、セールの時、安くなった時に、まあ、ちょっと昔思い出してプレイしたいとかいう方は、買ってみてくださいな。もうプラネタリーなんとかでええやん。いや、プラネタリーアナレーションは、面白いからちゃんと。ただ単純に、新しく追加した要素が全くゲームに参加していないっていうだけであって。あといや、まあ、でもそうだな、オールドスクールな RTS で言うと、ここ最近ほんまにゲームが良かったなって思うのは、なんだかんで言ってやっぱプラネタリーアナイレーションですね。プラネタリーアナイレーションタイタンズは本当にゲームが良かった。ただ、カメラがクソだった。相変わらず、この、真上からしかユニット見れねえのかよって部分で、せっかくこんなに可愛いユニットわちゃわちゃ動いてるのに、このカメラを自動的に動かすよっていう、戦場カメラマンがいれば、全然良かったんだけど、ぶっちゃけあれも、Steamでスクリーンショットとか上がってるけどさ、そのスクリーンショットとか全く見えないしさ、リプレイを散々時間かけて撮るんだったらワンチャンできるけど、それをゲーム中に見せるよって話で、だから、インゲームフッテージで、スチームのスクリーンショットが出ないっていう時点で、俺、あれは詐欺やと思うねんな。言い方悪いけど。まあ、その点で言うと、8ビットホルデスは、本当に、欲しかったもん以上のものは全く手に入らないんだけど、欲しかったもんは全て手に入るって形だから、見て、これ欲しいなと思ったら買って問題ない。ただ、これ欲しいなって思う人が何人いるかって話なんだけどね。っていう、まあ、昔ながらの、ソース焼きそば、みたいな感じのゲームになってます。たまたま、スタちゃんご覧になれてる方は、そういう古いゲームに素養のある方々がたくさん、来られてるみたいなんで、興味があったらよろしくお願いします。いやー、プラネタリアな、まあ、昔ながらのソース焼きそばです。はい。というわけで、1本目のゲーム、8ビットホルデスはこれにて終了。ご視聴いただきどうもありがとうございます。